バンバン言うとか、招き猫の言うとか、ちょいこれでもいいや、ちょい。ああ何やってんだ、もう高速乗れてたはずなんだよ、余裕で全然。ああ何やってんだ。インター乗ろうと思ったら、こっからだと一つ先のインターの方がまだいいのか。いや、そんなことないよな。いや、この道走ってたら絶対インターの案内出るから。任せて、今さっきのところではなかったけど、さすがにどっかに出るはずだから。ここね、そうだ、変速なんだよ。よいしょ。ここに停止線があるんだよね。ああ、ここにリオさんみたいだろ。ここ一回だけ気に来たからな。基本的に、あっちのね、行きつけということでも言えるほどでもなかった気もするけど、行かしてもらってるね、拾わせてもらってる、散髪屋さんがあったんで、さすがにちなみにね、コーヒーが、飲める、喫茶店って、喫茶店じゃなくて、理髪店ね、っていう感じでやったところだったんですかね。いかだけちょっとここに気に来たからな。やべえな、時間ねえな。予約してなかったもんね。予約制のところなんで、ね。予約してないし、ああ、しまったなぁと思った。ああ、いや、ちょっと安いところだし、ここで来てこうって一回切ったことありますね。まあ、いわゆる典型的な流れ作業のね、ところがあるんですけど。濃いイエローハットになりの、ありの、ここがドン・キホーテになってるのもね。山村さんが、伝説のラード事件っていうのを起こしたドン・キホーテだね。ああ、その当時はね、まだここがハロードゥっていうね、ハローフーズか、ハローフーズの、お店だった頃ですね。その頃に、ここのドン・キホーテだったところで、グラム、100グラム30円ぐらいというね、超激安肉、豚肉が売ってたんですよね。よし、それで、これを最上に食べてねってやってたんですけどね、いわゆるそれが脂身の部分だけ集めてやってたってね、よっしゃーって言ってね、炒めて食ったら、ね、ただのラードになってしまってね、炒めたらね、もう、ただの液体のラードになってしまって、ただの液体のラードと醤油を、チャプチャプして食べるっていうのをね、無理やりやったんですけどね、もう次の日ダウンでしたね。脂、こっちにも、だってレベルじゃねえですからね。ただのラードに醤油をかけてるだけですからね。やばかったね。あれはね、究極にやばい料理で。あれを当時はブログとかでやってたっけな。もうブログを始めてたっけな。ちらっと載せてはいたと思う。うん、それを見たっていう人が何人いるのか。もうビザインターか。もうここまで来たビザインターなんだ。大回りしたねー。そりゃあカラオケ屋さんもあるよね。さあこれで遠かったー。ここ曲がればいいんだよな。よし、結局前と一緒のインターかな。前も昼間ね、靴流行行った時もここのインターから乗ったよね。ああ。ズオー回りしてんだ。よいしょ。なんつーずーっとだこれ。20分ぐらい無駄したかな。まあ大丈夫。まだね、20分ぐらいね、潰してもね、こっちにはね、余裕のよっちゃんですからね。大丈夫かなこれ。よいしょ。バスに行く。そうですね。さあ、一緒に4で、さあ、ここから、まあまあ、長い距離、走ってきますね。そこか。レッツゴー。
レッツゴーゴーゴー、オホホー、さあ、みんなジェットコース、車はどんなもんかな、時速は80キロ、まあ通常通りか。よし、80制限、制限と速度の確認、よし、さあ、行くぞ。さあ、50ぐらいまで行くかな。はい、レッツゴー、フィルムタイム、イエーイ、ハッハッハ。車全然いいね。この時間もいないね。まあ、この時はそこまで混合の道ではないっていうのはありますけど。あと、雨はいいね。あ、雨は全然もう降ってないね。よし。ゴーゴーゴー。どんどん行こう。もう1キロ、高山はね132キロって出てるけど、132キロって出てるけど、今から行くとそこからさらに向こうだね。夜中に高山だよ、夜中に高山。でもそっからこっちの方を潰しておくのはありだな。いや、それな、冬は行けないですもんね。車でちょっとね、さすがにね、あっちの方は完全にコース自体なんでね。確かにやるなら夏の方がいい。木曽川行った。あ、意外とこだわるね、こっちの方は。上だからってのもあるのかな。あ、意外とあそこ来られてるの。来らいには金がある。あー、意外にまだある。はい、はい、前回はバックルバイ通ったよ、こっちらへんは。帰りは夜だったけど、ここまで深夜でもなかったと思うね。バッイチの宮木曽川で、この前ハイウェイオフィス、少し前寄ってましたよね。そこなら、金はあるけどね。コンビニもあって、対応できるけど、お食事どころは、もう、夜はいらない。ですから、そこは。東部。その先までは行こうかな。行こうかな。川島はこのまま過ぎようかな。よし、過ぎちゃえ。行っちゃえ。奇跡まではなったら行っちゃってもいいのかな。いいのかな。どうかな。やれやれ。音楽でもなんかしながら来た気分になってきてるね、もうすでに。はいはい、さあ、まだまだいけるね。さあ、ということで、まあ一番目はね、もういい、終わりの端っこなんで、さっと受付に入りますよと。で、入ったら鹿児島インターになりますって感じですな。ですな。あ
さあ、飛ばしまおうよ。その先は